その辺だね。うん、まあ多分本当に手法ですから。ええ、マラゾン手法ですから。でマラーズの、まあ、エースに、エース争い。ケイチロフキですよ。先生復帰すればいいの。ケイチロフキがやっぱ当然ですよ。当然彼の、うん、彼のストライクゾーンは完璧です。うん、失敗やったんだけど。それかよ。完璧ですよ。アウトロー完璧に取りますから。あいつはあの広いんだって。ストライクゾーン。いやあんなもんなんですよ。ケイチロゾーンとかだって。ケイチロゾーンだよ。って言われてるぐらい広い。知ってるんですよ。知らない。知らないです。6ヶ月だと同じ代表だから今年からだから今年から去年から入ったから、うん、まあ圭一郎はで去年東京行くっつってね辞めるって言ってたんだけど結局いる実は山田にいるっていうよくわかんねえよいるんだよいるんだよ彼女がや多分大学を